経専門家チカ子の部屋へようこそ。今日は帯状疱疹についての動画です。帯状疱疹ってですね、ちょっと50代以上年齢を重ねてくると発症率がちょっと上がっていって、で帯状疱疹のその症状が治まってもちょっと神経痛が残っちゃうっていうような後遺症があって、でこれからね年齢重ねていくに従って発症率が高くなってくるので、ちょっとお話をしようと思って動画を撮っています。でこれ、帯状疱疹って読みます。帯状じゃなくて帯状ですね。帯状疱疹、症状としては皮膚に症状が現れます。皮膚の神経に沿って症状が現れるんですけど、最初ピリピリっとした痛みとか、ピリピリしたりチリチリしたりで、人によってはちょっと熱い感じ、灼熱感あったり、あと痒かったりするんですけど、そこにこうブツブツ水泡、ブツブツが出てきて、でそれが時間とともに治ってくるとだんだんかさびたになって、でそれが剥がれて皮膚がきれいになったら症状は収まってるっていう風になるんですけども、人によっては神経に沿ってこうブツブツができて、で神経が傷んじゃうと、この傷んじゃった神経がこうなかなか治らないと、そこの痛みだけ残るっていう場合があるんですね。それがちょっと厄介なんですけども、でもともとなんでこれが起きるのかっていうと、ウイルスが原因なんです。正式な名前は水痘帯状疱疹ウイルス、帯状疱疹ウイルスって言ったりもするけど、帯状疱疹ウイルスというウイルスが体の中に、だから人間、この人間がこう生きている体の中に一緒に住んでいます。ウイルスと共に住んで生きている、自分たちはウイルスと共に生きているので、水痘帯状疱疹ウイルスというウイルスがいまして、それが神経にこう潜んでるんですね。で、なんでこれが体の中に入ってくるのかっていうと、小さい頃にかかったよっていう方結構いると思うんですけど、水疱瘡になるウイルスがこの水痘帯状疱疹ウイルスなので、子どもの頃に水疱瘡にかかったっていう方はこのウイルスを持っています。水疱瘡すっかり治ってて、えってウイルスいるのっていう方でも、完全にウイルスってこう死滅していなくて、この神経に沿って一緒に生きているんですね。だから日本人、15歳以上の日本人の9割はこの水痘帯状疱疹ウイルスの抗体を持っているって言われていて、で抗体持ってるっていうことは、その本体のウイルスが体の中に潜んでいるっていうことになりますので、この水痘帯状疱疹ウイルスがですね、体の中に潜んでいます。一緒に生きています。でこれが普段は悪さをしません。悪さをしないでずっと一緒に生きているんですけれども、なんで50歳過ぎてからこの帯状疱疹の発症率が上がるかっていうと、年齢を重ねてくるとやっぱりどうしても人間って、生まれおぎゃーと生まれてこうどん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 大人になっていって、そこからこういろんな、体力的なものとかいろんなピークがあって、その後は徐々にこう衰えていく、老化していくっていう運命にあるので、50歳を過ぎると免疫力もちょっと下がりつつあるんですね。免疫力が下がるとともに、免疫力が下がると水痘帯状疱疹ウイルスを抑え込めなくなって、でそこの隙をついてウイルスがムクムクムクっと増えてくると、この帯状疱疹っていうものを発症してしまうっていうことになります。でこの帯状疱疹は神経に沿って出てくる。で体の奥の方って嫌いなんですよね。奥の方より表面の方が好きなウイルスなので、表面の方に、皮膚に症状が現れるということで、で、要は原因は小さい頃に水疱瘡にかかってこのウイルスを体に持っていて、で加齢とともに免疫力が下がってきて、免疫力が下がると帯状疱疹を発症しちゃうっていうシステムっていうか、そういう風になっているんですけれども、じゃあ
帯状疱疹を発症しないようにするにはどうしたらいいのかっていう風な話になっていくんですが、あ、まずもってですね、帯状疱疹、80歳になるまでに、まあ、50歳に、20代でも30代でも帯状疱疹になる方はいますよ、います。いるんですけども、50歳を過ぎると発症率がわーって上がっていって、日本人80歳になるまでに3人に1人は帯状疱疹になるって言われてます。帯状疱疹、3人に1人は帯状疱疹になっちゃう。まあ、それは統計なのでね、ならない人もいればなる人もいるんですけれども、まあ、パーセントで言うと3人に1人ぐらいは帯状疱疹になりますよ。まあ、自分が80歳になるまでに3人に1人はなりますということで、結構多いんですね。で、免疫が下がる時ってどんな時かというと、加齢、50歳過ぎたら発症率が上がるということで、年齢を重ねていくっていうのも免疫力低下の原因ではあるんですけど、まあ、あとは普段の生活で寝不足したとか、あと食べ過ぎたとか、あともうなんか仕事がもうすごく忙しかったとか、無理しちゃった、我慢しちゃった、もういろんなことでストレスかかって免疫力が下がると、その隙をついて帯状疱疹のこのウイルスが暴れ出して帯状疱疹を発症しちゃうっていう風になります。まあ、帯状疱疹になっちゃったっていう時には、病院に行くと、まあ、この抗ウイルス薬、この水痘帯状疱疹ウイルスをやっつけるお薬、抗ウイルス薬があるので、このお薬を飲みつつ、まあ、痛いよって、ブツブツができてて痛いよっていうのであれば、痛み止めとかを組み合わせて、でお薬がありますから、これはなんか帯状疱疹かなって思った時には、まあ、内科さんに行くか皮膚科さんに行くかして、でお薬をもらってちゃんと飲むと大体は治ります。大体は治るんですけれども、この帯状疱疹ってやっぱり、まあ、神経に沿って出るっていうことで、その後痛みだけが残っちゃう。その神経に沿ってこう悪さをするので、神経が傷んじゃうことがあるんですね。で、神経が傷むと、そこが痛み、チクチクとかピリピリとか、もうひどい時は夜も寝られないっていうような、ものすごい痛みになったりすることがあって、その痛みだけが残ってしまう。この水ぶくれ、ブツブツは治って、皮膚はもう何ともないのに、痛みだけがの後に残っちゃうっていう風になる場合があって、それが結構しんどいんですね。で、その割合っていうのは、帯状疱疹になった人、50歳以上で帯状疱疹になった人、50歳以上で帯状疱疹にかかった人の2割って言われてますね。2割ぐらいがこの神経痛が残って、まあ、後遺症ですね、神経痛が残ってしまって悩まされるっていう方がいるよっていうふうに言われています。結構な割合ですよね。80歳になるまでに3人に1人が帯状疱疹になって、そのなった人の2割がその帯状疱疹治った後も神経痛でこう苦しむっていうのは結構な比率だと思うんですけども、そうならないように、今結構ね、ここ数年は経ってますね、結構経ってるんですけども、この帯状疱疹ウイルスのワクチンっていうのがあるんですよ。ワクチンっていうのがあって、ちょっとなんかバラバラと書きましたけど、ここまで大丈夫ですかね。ちょっと一旦消します。お、消して、でワクチンがあります。ワクチンがあって、でこれは無料ではない、お金もかかりますけども、その何万円もかかんないです。数千円でワクチンが打てる。で、50歳以上になったらこう発症率が上がるって言われているので、50歳以上になると、この帯状疱疹の水痘帯状疱疹ウイルスのこのワクチンを打つことができます。でも任意なので
何ですかね、この50歳になったら行政からあなた帯状疱疹ウイルスのワクチン打てますよみたいなお便りが来たりとか、そういうのはないです。そういうのはなくて、もう自由意志で帯状疱疹ウイルスに対するワクチンを打ちたいですって言って自ら進んで病院に行って、で、あなたは帯状疱疹ウイルスのワクチン打てますねっていうことになったら打てるっていう風になるので、別に50歳過ぎたらどこかかしらどっからか連絡が来て、あ、じゃあワクチン受けに行きますではないので、自らワクチン打ちたいですって言って、で、そのどこの病院行っても打てるってわけじゃないので、帯状疱疹ウイルスのワクチンが打てる病院を探す病院、まあ、必ず各地域に必ずあります、必ずあるはずなので病院を探す、ワクチンがある病院を探して、で、まずは電話で問い合わせた方がいいと思うんですけども、ワクチン打つことできますかっていうので、で、じゃあいついつ来てくださいってなったらワクチン打ちに行くっていう風に、最初に急に飛び込みで行っても在庫がなかったとかだったらちょっとがっかりしちゃうので、まずは病院を探して、まあ、病院なりなんか、ね、ネットで連絡できるならネットでもいいんですよ、なんかとにかく連絡をして、ワクチン帯状疱疹のワクチンを打ちたいですっていうことで意思表示をして、で、じゃあいついつ来てくださいって言われたらその時行って打つっていう風にするといいですね。これが今帯状疱疹を予防するのには一番いいだろうと言われている手段ですね。で、帯状疱疹のワクチンがあるっていうことが知らない方結構いらっしゃるので、50歳過ぎたらワクチンを打ちましょうっていうことで、結構ね、やっぱり私もこう調剤薬局で働いていた時にやっぱり神経痛があってってもう痛くてっていう来る方の中に、この帯状疱疹後の神経痛でもう帯状疱疹になった後痛みが取れないんだっていう方もものすごく結構いらっしゃってて、高齢になればなるほど、それこそ70代とか80代とか高齢になればなるほどやっぱり多いし、で、痛みが長引く、で、痛みがなかなか引かないっていうので困ってる方結構いっぱいいらっしゃったので、まあ、今はその帯状疱疹のワクチンがあるのでこれで予防しましょうっていうことで、で、結構こうワクチンね、打ちましょうって進めている先生もいらっしゃるみたいなんですけども、全ての病院でできるわけではないので、まず病院を探すっていうことがおすすめというか、病院を探していかなければならないっていうのはありますけれども、数千円でワクチンは打てますので、これがまあ予防としては一番効果的ですね。ただワクチン打ったからといって帯状疱疹に絶対ならないっていうわけではないんですよ。そうではない、ワクチン打ったら 100% 帯状疱疹にならないっていうわけではないんだけれども、その発症率を下げることができるっていうことと、まあ、発症した時にそのひどい痛みとかね、もうなかなか治らないこう後遺症とかに悩まされる確率は減りますよっていうことなので、もうワクチン打ったらかからないっていうふうには思わないでいただきたい。今のね、こう流行り病もそうですけれども、打ったからかからないっていうわけではないので、そこはご注意ください。で、あとですね、まあ、やっぱり免疫が下がると出てくるっていうものなので、免疫を下げない、今の時点で帯状疱疹の症状が出ていないということは、帯状疱疹のウイルスを抑え込むだけの免疫があるっていうことなので、この免疫力をこうちゃんと維持する、免疫力を下げないようにするっていうことで、で、それには何が大事かっていうと、もう当たり前のことしか言わないですけど、ね、で、結構ね、いろいろ調べてもね、当たり前のことしか出てこないです。当たり前のことしか出てこない。と、バランスの良い食事、で、睡眠、で、あと運動、あとはちゃんと疲れたら休むっていうことですね。バランスの良い食事、で、質の良い睡眠、で、適度な運動、で、あと疲れたら休むっていう。
でストレスはまあストレスはためないっていうことなんですけど、まあ、そういう当たり前のことしか出てこないですね。免疫力をちゃんと維持するっていうことである。だからもう帯状疱疹になりたくないと思ったらもう規則正しい、なんかいわゆるこう、あ、こういうことが体にいいんだろうなって思われる生活をして、で、あと、まあ、するとしたらワクチンもありますよっていうことと、あと帯状疱疹でなんかピリピリ痛いとかチクチクするとか、もうこういうこの肋骨周りだけじゃなくてこう頭とかに出る、頭とか顔とかに出る場合もありますし、体中ちょっとどこに出るかわからないので、もうなんかピリピリするとかチクチクするとかなんか変だ、皮膚がなんか変だってなったら、まあ、病院に行っていただければ、薬を飲むのが早ければ早いほど抑え込むのも早くなるので、で対処方針、対応の仕方ありますから、まあ、予防でも、まあ、対処方針になっちゃったよっていう時でもまずは病院に行くっていうのが一番ですね。で、あとその後こう早く治したいとか、あとその痛みだけが残っちゃったっていう場合にはこういろんな鍼灸治療とかもありますので、そういうものも組み合わせてっていう風にして治療の方法はあります。帯状疱疹のことを今日ちょっとね長々とお話ししたんですけれども、いかがだったでしょうか。帯状疱疹ちょっと侮りがたいものもありますので、ぜひお気をつけください。今日の動画いかがだったでしょうか。いいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録もお願いします。本日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。